はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。早速ですけれども、本日は年明け一発目に行きつけのスーパー銭湯に行っていきたいと思います。それでは早速行っちゃいましょう。はい、ということでですね、もう年も明けて、この動画を撮影しているのは1月4日なんですけれども、2023年も始まったということで、いつも行っているスーパー銭湯に、年明けて2023年になって初めて、向かっていきたいと思います。ということで早速向かっていきます。はい、ということでですね、1週間以上あった正月休みもあっという間に終わりで、明日から仕事が始まりますので、銭湯に行ってね、スーパー銭湯で、疲れを取って明日に備えたいと思います。仕事に関してはもう 3D いじくるのすごい好きなんで楽しいんですけど、本当にね、人間関係がネックで本当すごい、またストレスが溜まったりするのかなと思うので、それに備えて今日はね、心と体をリフレッシュさせて明日からのまた仕事に備えていきたいと思います。はい、それではね、到着いたしましたのでお風呂入っていきたいと思います。はい、ということでですね、無事2023年初めての行きつけのスーパー銭湯行ってまいりました。ということでちょっと追い込んできたんで、このチルアウトで回復していきたいと思います。いただきます。はい、ということでですね、スタンプが半分貯まってドリンク無料券もゲットして、いい2023年のスタートになるかなっていう感じで、明日から仕事なんですけど、この後まだ今午前11時ぐらいなんで、この見ていただいたら分かると思うんですけど、この髪の毛がね、もうボーボーになっちゃって、このまま職場行くと多分怒られちゃうんで、まず髪切りに行って、で去年2022年にザ・ファーストスラムダンク1回見たんですけど、この2023年になってからまだ見てないんで、ザ・ファーストスラムダンク染めと言いますか、2023年初のザ・ファーストスラムダンク見に行っていきたいと思います。ということで本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。